お盆なので実家に帰ってました。帰ったらいきなり親父に「スパイダーマン見に行くぞ」って言われて、スパイダーマンのホームカミング見に行ったよ。で、まあスパイダーマンの渋谷のあれだ、東宝シネマに 見に行ったんだけど、なんか外人さんがたくさんいて、で日本人があんまり笑わないところで外人さんゲラゲラ笑ってたりするので、だからなんだ、字幕版なんだよね。なんか YouTube にたまにあるじゃない、スペイン語字幕ついてるアニメとか、なんかすごい怪しさ満載の、そういうのを日本語字幕がついてて英語で喋ってると、字幕の意味ははっきりとは分からんと、そういう YouTube のスペイン語や中国語の字幕がついてるアニメ見るみたいな感覚で、英語のネイティブたちは日本でやってる日本語字幕付きのスパイダーマンを見てるんだろうなって思って、まあいいや、その話は。で、実家に帰って改めて読んだのが、東大の有名な長谷川夫妻っていう教授がいるんですが、長谷川夫妻っていう、で長谷川夫と長谷川旦那、あ、で待って、夫と旦那だと同じだ。長谷川夫と長谷川妻、長谷川旦那と長谷川嫁、長谷川良人と長谷川細君ね。う、長谷川俊一先生と長谷川真理子先生、そのマリコの方の学生からの愛称はハセマリーです。ハセマリー、上野千鶴子を上千鶴とは呼ばないね、別に。上野千鶴子は上野千鶴子だったね。長谷川俊一の方はね、ハセトシじゃないんですよ。俊一って漢字がね、寿に漢数字の1位なの。だから十一って言われてた。十一、ハセマリーと十一、夫婦でね。で、この二人何やってるかっていうと、まあ、進化生物学です。生物の進化をざっくり言うと、それを研究する学問ですが、で、東大の教養学部、教養学部っていうか、はい、東大の学部を覚えてる、法文系行くよ、理科の役員。東大生は基本1、2年の間は全員駒場にいて、駒場にあるのは教養学部です。教養学部の前期課程というものに所属します。そこで教養をひたすら身につける、いろんな学問の授業があって、いろんな教養を身につけるっていうのが東大のシステム。で、3、4年生からは法文系行くよ、理科の役に、どっかに進むわけ。教養学部は駒場にあるので、教養学部に進むとそのまま駒場に残ることになります。教養学部後期課程と言いますが、これが。で、その教養学部の前期で適応行動論っていうね、これが待って、まあ要は進化生物学を推しの処方を教える学問ですが、これを長谷川夫妻が持ってたわけ。別に2人でやってたわけじゃなかったけど、私が取ったのは長谷川嫁がやってたね、長谷まりが。これがまた人気でね、人気の授業で、でかい教室使うんですよ。
で試験もねなんか学生多すぎて採点が大変だからっていうので論述じゃなくてマークシートなのよ大部分が。で確か私が受けた時はマークシートには足切り点があって足切り点に達してないと1問だけあるその論述の問題がもう採点されませんっていうシステムだった。なんで人気なんだろうってまあやっぱり面白いんですよ。私は少なくとも面白かった。彼らが考えているのはまあ生物の進化ですよ。進化で最終的に彼らの目標は人間の進化を解き明かすことにあるんじゃないかな。人間も生き物である、生き物であるということは進化の結果生まれたのが人間であって人間も進化の産物であると。ということは人間のいろいろなこう体の仕組みも進化の結果生まれたものである。とここまではいいと思います。人間が足が2本腕が2本なのもそういう四足歩行の哺乳類から進化してったからです。脳があって脊髄があって肛門があって口から物を食べて鼻で呼吸して肺があって胃があって腸があってで肛門からうんこ出てっていうのはそれ哺乳類に大体共通してる仕組みですから、まあ、その辺はいいんですが彼らの考えてるというか多分進化生物学者がほぼ全員考えてることですが人間の心の仕組みもこれも進化の産物なのではないかというのが問題意識の根底にあります。つまり何か起きた時に嬉しいと感じたり悲しいと感じたり驚いたり怒ったり恐怖したりっていうね、それも進化の産物なのではないかっていうのはどういう意味かというと進化というのはねまあ基本は偶然生じるものです。生物の遺伝子にはさまざまな違いがあります。同じ種でも背の高い人低い人太ってる人痩せてる人肌の白い人、黒い人、強い人、弱い人、男の人、女の人、目立つ人、地味な人、みんな奥田民生になりたいボーイ。水原希子に説得力があるかということですね。狂わせるガールとして水原希子の容姿は水準に達しているかというのはスパイダーマン見た時にこの映画の予告編を見たから話がだからいいかね。その中でこう生物が生きている環境っていうのがあるのでこう個体の生存あるいは配偶者の獲得とに有利な遺伝子というのがある。例えばキリンは昔はもっと首が短かっただろうと。その中でただ短いなりにもやっぱり人間の背に差があるように個体差があるわけ。首長めのやつ短めのやつと
ね、長めのやつの方が葉っぱを食べるより上の葉っぱを食べられたと、つまりたくさん葉っぱが食べられた。そうすると葉っぱ食べるやつが有利なわけで、ね、餓死しにくい。餓死しにくいということはこう子孫も残しやすいと。そうするとこう首の長い遺伝子がこうの方が残りやすいわけでしょ、伝わっていきやすい。そうするとだん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 キリンの首が長くなっていくっていうのがわかるよね、ここまでは。それと同じで人間の心もそういう適応のね結果生まれてるもんじゃないかと。ちょっと股間がかゆいね。例えばね、例えばまあ分かりやすいところで言うと、じゃあ恐怖だ、暗闇を怖いと思う。人間はこう目に情報、外界の情報獲得をかなり追っている生き物です。で霊長類からしてそうです。それはなぜかというと、仮説としてあるのは、霊長類は主に樹上の果実、木の果物を食って食べているので、熟している実というのは周囲のこの葉っぱの緑とは色が違うと。それを見つけるにはやっぱりこう目が発達してる方がいいと。から目が発達したっていうのが一つの考えですが、仮説ですが、まだ目に多く追っているから夜はそんなにこう大した活動ができない、昼と比べて。だから中高生、夜行性じゃなくて昼動く中高生になる。中高生じゃないよ、中高生ですよ。そうすると暗闇に動くと夜行性の肉食動物、肉食動物ってなんやねん、薬食っとるんかい。夜行性の肉食動物とかいるから、で猫が大体夜行性ですからね。人類はアフリカで生まれたんですが、ライオンとか夜行性ですから、ね、暗闇に動くとそういう夜行性の食い物に食われるから、暗闇は避けた方がいいわけだ。できるだけ行動せずにこう縮こまってた方がいいと。そうするとなら、暗闇に恐怖を感じる心を持っていた方が暗闇は自動的に避けられるでしょう。そうするとそういうやつの方が生き残りやすいんじゃないかと。だから昔は暗闇に恐怖を感じるやつも恐怖を感じないやつもいたけど、暗闇に恐怖を感じて暗闇を避けるやつの方が子孫を残せたので、暗闇に恐怖を感じる遺伝子が残った結果、人間は大体今も暗闇を感じるやつの方が多数派であると。その恐怖という、暗闇への恐怖という心は、そういう進化の結果生まれたものではないかと。ということはですよ、ということはだ、こっからが大事。進化っていうのはあくまで遺伝子、遺伝子のこうね、遺伝子なんですよ。全然言葉が足りないな。で、遺伝子って何かっていうとね、あれですよ、 ATCG ですよ。 MCAT じゃないよ、ボンバヘーって。 MCAT ではない、 ATCG だ。アデニン、チミン、シトシン、グアニン。遺伝子は何かを正確に説明するのはかじっただけの私には難しいですが、
DNA。 DNA、 ここでウィキペディアの力を借りようか。じゃあ遺伝子、遺伝子、つまりタンパク質をね、生むための仕組みなんですよ。作るための遺伝子っていうのは、それを言いたい。遺伝子というのは、やっぱこのね、ウィキペディアのこれをそのまんま読んだだけでは通じないな。つまり人間というか生物の この体を形作っているのはタンパク質ですが、タンパク質ってこう日常的な感じだとこう肉を肉の構成要素というか肉の原料的な意味合いしかないと思いますが、もっといろんな種類があるんです。タンパク質って肉の原料になってるのは確かなんですが、この生物の体を形作るこのところでさまざまな種類のタンパク質がさまざまに働いてるわけ。もちろんその体の肉そのものもタンパク質でできてます。それはその通りですが、例えばね、この人間を例にとると、こう胎児がこう生まれて、こうそのエイジがね、エイジがサイコメトラエイジ、エイジがエイジ、エイジだよ、エイジ、カイカイってカイカイって女だよ、に子供の子、子供の子じゃない、エイジだ、乳児でいいや、もう乳児が成長してだんだん成長していく過程ではタンパク質がいろいろ使われてるわけ。例えば成長ホルモンというのはこれはタンパク質の一種だと思ってもらって差し支えはないです。ホルモンもタンパク質の一種なんです。成長ホルモンがこうボンって出て、こう成長させろってある臓器に働きかけるわけだ。そうするとだんだん大きくなっていく。で、大きくなっていくにはこう肉を作るタンパク質がボコボコ作られて、それでこう肉を増やしていくわけね。その結果成長して大きくなると。まあ要は化学物質なんですな。タンパク質っていうのは化学物質の一つで、アミノ酸、これも化学物質の一つですが、アミノ酸がこうたくさんグラーって並んでるのがタンパク質です。ペプチド結合って言って、ね、くっついてるんですよ。ペプチド結合、テイラー展開、ロッキー山脈、ユカタン半島、カタカナ4文字、漢字2文字よ、共通点はペプチド結合。全人ペキ、はい、それタンパク質。要は遺伝子っていうのは、タンパク質にいろいろ種類があるって言いましたけど、それは要はアミノ酸の並びの違いなんです。アミノ酸もいろいろ種類があります。
アスパラギン、アスパラギン酸、アスパラギンとアスパラギン酸は違うもんですからね。これ両方ともアミノ酸ですけど、バリン、ロイシン、イソロイシン、ニシオイシン、タカシシン、アホ、はい、バリン、ロイシン、あとなんかあるだろ、いろいろ、バリン、ロイシン、イソロイシン、トリプトファン、とにかくいろいろあるんで、それがこうグワーって並んでるのがタンパク質だっていう話をしたけど、並びが変わるとタンパク質の種類が変わるわけで、遺伝子っていうのはその要はこのアミノ酸の並びの情報なんですね。非常に簡単に言うと、だこのアミノ酸をこういう順番で並べて、だ一番最初にアスパラギン持ってきて、次またアスパラギンで、次はバリンで、次はトリプトファンでっていう並べて、こう全部結合させて作るとあるタンパク質ができると。その並びが例えばここのアスパラギンがトリプトファンになってると、それはもう違うタンパク質なわけですよ。遺伝子はその情報を、そのタンパク質の設計図なんです。このアミノ酸をこういう順番で並べて、こういうタンパク質を作れっていうのが遺伝子なんです。じゃあ進化で、変わるのは遺伝子だと。遺伝子そのものが変わるっていうかね。その遺伝子のこう頻度っていうかね、出現頻度っていうか、その種における遺伝子のこう、まあいいや、もう遺伝子が変わると。遺伝子が変わるっていうことは、要はタンパク質、作られるタンパク質が変わるっていうことだけです。で、人間の心が進化によってできたものだとしたら、要は変わってるのは作られるタンパク質が変わってるっていうだけで、タンパク質は化学物質だ。だから人間の心も要は化学物質の働きに還元できるんじゃないかと。何かを見て恐怖を覚える。何かを見て嬉しいと思う。これも要は脳内、まあ脳じゃないかもしれない。どっか他の場所かもしれない。で、こういうタンパク質が出て、違う場所にこういうふうに作用して、結果嬉しいという感情が起きると。人間の心の動きもそんなものに過ぎないのではないかと。そんな高尚なものじゃないんじゃないかと。何かこう動物のね、ものを食うと勇気が出るみたいな、そういうものと一緒なんじゃないかと。人間もそんなそこまで高尚な存在じゃない、所詮は動物だよと、猿の一種だよと、いうことが私のというか進化生物学者の考えていることです。すごい多分不正確な説明をしているので、興味を持った人はちゃんとしたものを読んでください。
いいですか。で、私の言いたいことはそういうことだ。つまり、人間の感情というのはそういうものに過ぎないんじゃないかと。それは人間なんてそんな動物に等しい存在だよということなので、多分そんなに耳障りのいい情報ではない。でも大部分の人間はこれは特別だと無意識に思ってるはずなので動物とは違うと。だからこんなことを声高に叫んでも売れない。エンターテインメントっていうのは需要者というかお客さんをいい気持ちにさせる必要がある。いい気持ちになるにはお前は特別な存在だと持ち上げてやる必要があるわけ。そっちの方が楽なわけ。でも要はね、それはね、いい気持ち、例えば嬉しいという感情は今言った私の仮説からすると進化の産物ではないかと。もう一個あるよ。例えばちっちゃい子供やこの小動物を見て可愛いと思う。これはだってさ、ちっちゃい子供はさ可愛いと思った方がさちゃんと育てるじゃん。ちっちゃい子供は可愛いと思うやつの方が子孫が繁栄すると。そういうとちっちゃい子供を可愛いと思う遺伝子があるのであれば、その遺伝子の方が残っていくよね。だからこうちっちゃい子供やちっちゃい猫とか犬の写真集は売れるでしょ。動画も撮影する、すごく稼ぐでしょ。これあれはだからそういう小動物に対する可愛いという感情というのはエンターテインメントの一種になってるわけです。すごくこう人間をいい気持ちにさせると。そういうね、人間の全ての人間にこうまあ多少の例外はあるとはいえ普遍的に存在する感情に訴えかけるエンターテインメントの方が売れるわけなら、じゃあ全ての人間に普遍的に存在する感情とは何だというのを分析するのがマーケティングには必要なわけでして、でそういうなんか文化的なにね、特殊な何と得意なっていうか特定の文化にしか見られない特殊な感情よりは全ての人間に普遍的に存在する感情に訴えかけるものの方が世界的に売れるから、それは何かというのを探っていくことはマーケティングにおいて重要なわけで、それにはこの進化生物学の知見を応用するのがいいのではないかと私は思ってますが、私は別にエンターテインメントマーケティングがしたいわけではないので、進化生物学に惹かれているのは人間なんて所詮動物なんだよと、動物と同じ存在なんだよという、そういう不都合な真実をね、多分あまり耳障りの良くない真実を暴露していく、そういうところに私は非常に共感を持っているという、それだけなので、やっぱなんかだからひねくれてるんですよ。そういうまあ可愛いっていうのはエンターテインメントの一種だ。
じゃあエンターテインメントをこう分類していくとね、もう一個分かりやすいのはポルノですよ。ポルノ、これは性的欲望という人間に普遍的に存在するものにダイレクトに訴えかけるエンターテインメントの一種です。あるいはエンターテインメントです。誰が何と言おうとエンターテインメントの一種です。違うとは言わせません。別に性的欲求、これは当然ある方がさ、これないと子孫ができないからさ、これは性的欲求を発現させる遺伝子というものがあるのであれば、これは強いものの方が生き残るよね、当然遺伝子として。それと一緒で人間の他の心の構造もそういう進化の結果残ってきたものじゃないかということですね。他には例えば暴力を扱ったエンターテインメント、アクション映画とか全部そうだし、日本の昔の特撮やロボットアニメもそうだし、やっぱりね、人間は昔は狩猟で暮らしてたからね、特にオスは餌を取るために他の哺乳類と戦ったし、で多分メスを奪い合って人間のオス同士で戦ってたから、闘争心は強い方が多分子孫を残せたということは、闘争心ある方が、で暴力を見てこう心地よく思う心、暴力嫌がってたら争えませんから、残ったんじゃないかということですよ。これは暴力のエンターテインメントです。と暴力、闘争のエンターテインメント、その中に笑いも位置づけられると思っていますが、私は笑いに関しては言ってるでしょ。笑いっていうのはね、あれはこう集団、特定の集団における共同なんですよ。共同、協力的な行動。笑いはズレに起きる。ズレっていうのはその集団、自分が所属している集団との異質性で、笑いは連鎖すると、周りで笑ってる人がいた方が笑いやすくなると。これはさ、だって舞台や映画で同じものを一緒に大人数で見てる方が笑いが起きやすいし、テレビでもよくある演出として笑い声、あの人口の笑い声入れるでしょ。なぜかって、要はそのね、自分らとは異質なものを笑うという、みんなで笑い合うという体験を通して、そういう共通の行動を通して集団の連帯を高める作用ではないかと思うんですよ、私は。これ仮説ですから、完全に。そうすると、要は人間も集団で生きている生き物なので、霊長類、ニホンザルと一緒でね。まあ集団の連帯を高める笑いという感情を持ってた方が、こう集団的な行動は取りやすくなると。だからそういう笑いという感情がこう生き残っていったのではないかと、進化の結果。と考えてます。これで4つのエンターテインメントを説明しました。暴力と笑いと小動物に対する可愛いとポルノだね。この4つは私はそ
そういう人間の進化の結果生まれた心の働きに訴えかけるものだと思っています。そういう笑いを飛び出したエンターテインメントの総論を、そういう進化生物学の知見を応用して最近はまとめようと思っていますが、あと何かあるかっていうとね、何か知的興味のエンターテインメント、前ね N スペみたいなやつだ、とまあ暴力にとどまらない成功体験のエンターテインメントっていうのがある。暴力に訴えかけるもんじゃない。まあ成功に関しては、成功ってあのサクセスの方よ、セックスじゃなくて。成功はまあ多分暴力と似たような感じで説明できると思うな。知的興味はちょっと分かんないんだよね。で今のところ一番分かんないのがホラーなんです。ホラー絶叫マシンも一緒ですけど、なんでホラーはエンターテインメント足り得ているのか。恐怖ですよ、あれは。恐怖や驚きという感情ですよ。絶叫マシンも一緒だけど、ホラーを見たとき、あるいは絶叫マシンに乗ったときに起きる一時的な感情っていうのは恐怖と驚きですよ。で、恐怖はその暗闇の例のときに話しましたけど、恐怖っていうのはなんか危険な状況からを自発的に避けてもらうために生じた感情だと思うんですよね。それを積極的にこう見に行くというのは矛盾してる、適応的でない。なぜあれがエンターテインメント足り得ているのかというのは今考えてます。まだ結論出てません。一個今思ってる仮説は、結局まあ恐怖、怖い体験は起きるけど、まあ当然ホラー映画見ても自分の命は無事なわけですよ、最終的には。で絶叫マシンも怖いけど基本的に安全なようにできてるわけね。そういうこの最終的な安心感、恐怖を乗り越えた先にある、それは人間にとって快なのではないかというのが一つの仮説です。が、わからないので、もうちょっとまとまらせます。考え続けます、これは。で、今日はこんなもんにしようと思います。なんか、まあいいのか。はい、さようなら。あ、ちょっと待って。いや、さようなら。